そもそも考えると、うん、ベゼルにもっとガソリンのバリエーションを増やしとけば、本当はベゼルの方がいいんではないか。ってなわけで今回は WRV VS ベゼル G、 特にこのガソリンモデルの G に限って特化して比べることで、本当はベゼルの方がお買い得なんじゃないか。ってなわけで今回は問題作をお届けしたいと思います。ってなわけで小沢浩二と渡辺陽一郎です。でですね、コージー TV も何回もやってるんですけども、うん、この WRV というのが、はい、今年のやっと3月に出るんですよね。そうですね。で、まあ受注は始まってるんですけども、これ実は登場の裏には一つ大きな問題があって、これまあ陽一郎さんの指摘なんですけども、うん、それと今回のそのベゼルの G が非常に関係があって、はい、一応 WRV のこう一般的なアウトラインを言っとくと、はい、タイ開発インド生産だから安いと、うん、で骨格はベゼルと同等で高品質で、うん、ただしいろんなまあハイブリッドを省いたりとか電子パーキングブレーキが省いたりして、うん、まあ安くまあベゼルと同等のガソリンモデルが得られるようなことになっていて、うんね、いいことのような、うん、まあ、この車の物価高、車高に対応したいいい部分はあるんだけれども、うん、まあ、この裏にはベゼルのガソリンモデルの G というのがあるんですけども、うん、まあ、これが実は、きっかけになっているといいましょうか、うんうん、ここからこの陽一郎節を聞かせてほしいんですけどもWRV 導入の間抜けな背景、それはベゼルが伸び悩んでるからっていう、なんか本末転倒な話があって、そもそも WRV が導入された背景って何があるんですか？はい、はい、ベゼルが現行型になって、うん、それでハイブリッドの EHEV2021、うん、2代目が出ましたよね。それで G というグレードがノーマルタイプのガソリンエンジンを搭載しているのが1グレードで、それで EHEV が全部で3グレードかな。そう、3つもありますよね。で、3つあって、で、結構、EHEV 中心に行くと。そういう感じでしたよね。いう感じになったんですよ。で、開発者の方が言うには、まあ、大体 EHEV が 75% ぐらいで、それで、まあ、ノーマルエンジンのね、タイプは、まあ、多分 25% ぐらいじゃないの？みたいなこと言ってたんだけど、でも実際のノーマルエンジンっていうのは、わずかに 5% ぐらい。現状ですね。そうですね。かなり低かったわけです。つまり、ガソリンが全然売れてない。売れてないと。で、うん、EHEV の逆にイメージが強い。まあ、最近はね、セレナとかも EHEV がイメージだし、あとノートとかは EHEV 専用だったり、EHEV っていうか、ハイブリッド専用だったりなんかするわけじゃないですか。はい、っていうのもあって、うん、で、まあ、当然の成り行きとも言えたんですけども、それはそれを狙ったんじゃない？そうそうそう、狙ったように見える。狙ったんでしょ？だから、そうだ、日産流に、ほぼ事実上。そう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 、狙ったんだけど、はい、でも開発者が言うには 25% ぐらいは、はい、ガソリンが欲しかったんだ。売れるんじゃないかっていうふうに言ってたんだから、そこも狙って。ちょっと多いなと思ったんだよ、その話聞いた時に。そんな売れるんじゃない、大半 YouTube になっちゃうんじゃねえのっていうふうに思ったんだけど、うん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 、で、うん、実際には、うん、その、まあ、案の定というか、大半がね、EHEV だったというわけですよ、はい。ただし、価格が結構高いわけですよ、EHEV ってのはね。はい、売れ筋価格帯になったら280万ぐらい。200万円後半ですよね。後半ですからね。はいはい、で、そうすると、今ちょっと前のに戻すと、うん、はい、売れ行きを見るとですね、うん、2019年に仙台型っていうのは、まあ、約6万台近く売れてたわけです、はい。初代出てる。そう、初代。今2代目。2代目。はい、で、その後、まあ、2020年でちょっと下がったんだけど、うん、で21年に現行型になって、その推移見ると、5万台の前半、中盤、後半ぐらいなわけですよ。うん、そうすると、2019年とほぼ変わらないのね。2019年のモデル末期だった時と。ね、うん、で、月販目標が5000台で、1年にすると6万台なので、早くもそこに届いてないという状況なわけですよ。なるほど。もういきなり末期と同じ。そうそうそう。てか末期を下ってるっていうか、末期を切ってる。末期を切ってるわけで。このまま行っちゃうと、そうするとね、5万台後半のやつが、あと3年とか4年とか経てばさ、なるほど、当然4万台台に、要するに5万台下回るわけじゃない。で、それ鳴らして、目標っていうのは5000だから、本当は今の段階だと6万とか6万5000とかさ、なるほど、行ってないとまずいわけですよ。なるほど。うん。っていう話になると、じゃあ何が良くなかったのかって話になる。
になると、うん、やっぱりノーマルエンジンを大幅に減らしちゃって、うん、それで価格帯が上がって、うん、で、それだけじゃなくて、うん、先代型のノーマルエンジンを買ってた人が、うん、結局、ベゼルのノーマルエンジンっていうか、もうイメージとしては EHEV だけだから、うん、そうですね。だから、そこのところでトヨタのヤリスクロスとか、うん、それからあと、まあ今の段階では、ちょっと中止になってるけど、ライズとか、ね、けど、OK になりましたよね。そうそうそう。そうですね。この間、そっか、うん、ライズは OK になったのか。いや、そうそう。出荷再開か。出荷再開。っていうね、話になって、はい、それ他社に流れていっちゃってるっていう傾向も出てきたりなんかして、うん、それでさあどうしようかっていう話になって、うんうん、WRV を入れたということもあります。うん、ですので、そういうことですね、うん。だからそういう意味では、ある種、ゼゼルの補いっていうか、ゼゼルガソリンが思ったり、足りなかったから。だからそれの後継車種というか、うん、生まれ変わりというか、うん、そういうことなので、かなりその、うん、ボディサイズとか、それは、うん、まあ、この後触れますけれども、かなり近いということですよね。うんうん、ただし、その、代わりに作ったってことは、だからそのベゼルを上回る、うん、ベゼルの G を上回る性能というか魅力を持っていて、うんね、おかしくないのに、いろいろ比べてみると、そう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 、実は装備面というか、要するに WRV の真ん中のグレードと比べると、実はベゼルの方がいいんじゃねえかって話。そうそうそう。これなんか結構間抜けな話ですよね。はい。だからそれだけベゼルが良かったとも言えるし、はい、WRV がやっぱりちょっと、はい、価格が今、厳しくなってるじゃないですか。はい、要するに同じ価格でも、うん、実質値上げが入ってきたりすると、うん、そうするとそこまで商品力を高められなかったりってことになるわけですよ。うん、ベゼルの時にはまだそんなでもなかったら230、うん、まあ約240万円、うん、でこれだけの品質だけど、今240万円でやろうとすると、ここまで作れないよ、みたいな話も、そうか。原材料費の高騰とか、輸送費用の高騰とか、それからあと、この時に比べるとだいぶ円安が進んじゃってるので、なるほど。これ輸入車でね、インドから持ってくる、はい、今で、そうですね。ですから、うん、そうなると、そこのところの、なんていうんですかね、ちょっと予想外みたいな。為替が昔と比べて、円安になっちゃって。そう、原料方向になってきたから、本当だったらもうちょっといろいろ、安くできたり、価格が安くできたりしたのに、だったのかもしれないです、ね。なるほど。じゃあ、これに関しては、為替の影響もあって、うん、ベゼル G の魅力が逆に増してるところもあるんじゃないか。ないかということですよね。まあ、っていうわけで、こう、いろんな面で比べてみるんですけども、はい、比べるのは中間グレードで、はい、まあ、基本的にはこの全長全幅皆さん覚えておいていただけると、わかると思いますけども、使い勝手面で言うと、そう。ほとんど同じ。そうですね。だからこれは、例えば、前席に、うん、僕が座って、うん、それで170センチぐらいあるんですけども、はい、身長は。それで後席に座ると、そうすると、膝先空間を握り拳2つ半ぐらいですが、うん、コンパクト SUV としてはかなり広いんですが、うん、まあ、ほぼベゼル、WRV 一緒ということですね。ただ、こうやって見ると、うん、6センチぐらい高いんですよね、うん。その分のメリットって WRV があんまりない。そうですね。だから、いや、二室の使い勝手とか、そうか、その辺のところに関して、あと頭上の空間であるとか、そういうところに関しては、立体駐車場がね、そっか、どっちみちベゼルも立体駐車場は使いにくいんだよね。はい、だけど、はい、まあちょっと背が高い分だけ、そうですね。実用重視になってる部分はありますよね。うん、あと、差し回転半径もね、うん、ほとんど。これ見ると、まあ、ベゼルの方が、ホイールベースは短いのに 5.3 メーターで、はい、逆に、WRV はホイールベースが少し長い、40ミリ長いのに 5.2 メーターに収まったりとか、まあ、あとは、ホイールベースが WRV は長いので、うん、なんていうのかな、後席とリアシートの、ホイールハウスとの関係が割とちょっと離れてるのね。うん。で、ベゼルに関してはホイールハウスに少し後席の引っ張りとかこう、のめり込んだようなところがあるので、うんうんうん、その辺のところの乗降性とかそういうところでも、はい、WRV は結構実用性は高い。なるほどね。だから要するに室内は全長が同じな分、うん、背の高さはある種、まあ、スペース効率が良くて、そうですね、ほとんど室内は同等で、で、まあ、広さ系から言うと、ラゲッジに差が出てるってことですね。そうですね。これも、WRV は458リッターで、うん、ベゼルは390リッター、うんうん。この辺見るとね、うん、WRV の方がいいじゃないかよって思います、ね。感じですよね、はい。で、それ以外のところを言うと、うん、例えばエンジンで言うとですね、スペック全く一緒ですね。うん、まあ、エンジンも、形式も全く、はい、一緒ですよね。一緒ですよね。だから、1.5 リッターの直四、うんうん、まあ、直四っていうところは、まあ、ホンダのいいところではあるんですけど、うん、スペック一緒で、で、モード燃費は、ほとんど一緒。
ただ、違いはアイドリングストップがベゼルの方はつくっていう。うん、この辺のところでちょっと、うん、なるほど、ベゼルの方が有利なところがちょっと出てきたっていう。うん、けど現状広さで言うと、やっぱり2室分 WRV はいいんじゃないかってとこなんですけど、ね、次から質感比較。はい。はい。で、質感のインパレッション編を見ると、ベゼル G が、うん、やっぱりちょっと丁寧に ね、作り込んでありますよね。うん、ただし、うん、WRV もですね、同じ価格帯で、小田さんの好きな、本川巻のステアリングで、ベゼル G に関しては売れたんだって。そうなんですよね。あと、シート G、シート生地なんかに関しても、はい、WRV の Z っていうのは、中級の、ちょっと上級のグレードなので、割とプライムスムースの、一部使ってるんですね。いいシート生地を使ってたりなんかするということですよね。こっちはベゼルですけれども、さすがにファブリックのみで、まあ、そういった耳の質感違いがある。それで、じゃじゃん。で、装備。そうですね。ポイントで、ね、ここがポイントに結構なってくると思うので、うん、そうですね、WRV の Z は、うん、まあこれは Z に限らないんですけども、うん、レバー式のサイドブレーキになってるんですよね。こ、うん、れで、ベゼル G は電動式。そうですね。おう。それからあと、シートアレンジに関しても、うん、これ、ややこしいんだけどね、プラットフォームが一緒なので、うん、後席に座った時の足の置き方なんかも同じなんですけど、うん、ただし、燃料タンクはですね、うん、ベゼルに関しては、フロントシートの下側にあるセンタータンクレイアウト。フィットイズリー。そう、になってるんだけれども、はい、WRV に関しては、うん、普通の配置の仕方になったりなんかしてるんですよ。うん、はい、で、要は、ベゼルの場合は、それで後席の、シートアレンジをこう、うん、座面跳ね上げたりとか、いろいろできるじゃないですか。うん、その代わり、ちょっと座り心地が少し下がると。うん、WRV はシンプルにして、その代わり、座り心地を良くするとかですね。うん、まあ、いうところもちょっとあると。うんうんうん、あと、ホイールとタイヤなんかに関しては、両方ともアルミホイールついてるんですけど、うん、WRV の Z は17インチだったりとか、2室のパーソルカバーが、WRV には標準装着されてて、ベゼル G はないとか。ないですよね。うん、まあ、そういう意味では装備の面では、まあ、いいところと悪いところが。悪いところが一長一短になってるってことです、ね。で、もう一つ、そのは、ホンダセンシング比較。で、クルーズコントロールがですね、さっき言ったように WRV は電動式じゃないの、レバー式とパーキングレールなんで、うん、時速25キロ未満に下がるとですね、うん、解除されるシステムになってるんですね。うん、で、それに対してベゼル G に関して、ベゼルに関しては、うん、電動パーキングなんで、全車速追従型。結構この両者、そう考えると難しいですね。そうそう、結構一長一短、はい。いる、はい、ね、こうあるわけですね、はい、うん。で、じゃじゃん、結論。はい。で、結論的に言うとですね、うん、まあ、ここにもありますけど、WRV は、結構、今まで申し上げたように装備も充実させてですね、そうですね。それで、まあ、荷室も広いと。うん、で、車自体は、うん、例えば電動パーキングは使わないとか、うん、あるいはシートアレンジなんかにしてもシンプルなんですけども、うん、なんだけれども、うん、Z グレードになったりすると、うん、さっきのプライムスムースのシート基地もそうだし、うん、それから外観にしても何にしても、ちょっとこう飾ったような。そうですね。うん、ピンのものは、こうベーシックなものをちょっと飾ってるっていう、うん、感じで。逆にベゼル G は逆 で、 です、ね。なるほど、そういうことか。車種自体は割と EHEVZ とか見ると、ね、上級クラスよりも ね、上質なんじゃないかと思えるくらい で、うん、で、その雰囲気っていうのは当然、うん、ベゼルのノーマルエンジンの G も、うん、十分受け継いでるんですよね、うん。ただし、装備とかシート生地とかっていうのは結構ベーシックに仕上げてて、うんうん、ただし、運転支援機能とか、シートアレンジとか、それから、まあ、例えばさっき言ったアイドリングストップの運とか、そういうメカニズムに関しては、結構充実してると。だから割と、ベゼルの方は、基本はプレミアム感。なるほど。で、それを割と、いろんなものをこう、そう省いて、省いてって、はい、それで価格をまあ、下げましたよ、うん。そうですね。で、一方、WRV に関しては、もともとは実は、大衆じゃなくて、そうですけどね。ベーシックカー的なものなんだけど、それを内外装のデザインとか、そういったもので、あるいはアルミホイールの17インチスケールとかね、うん、そういったところで、ちょっとこう、上級にこう持ってってる。だから元々の車は、まあ、ベゼルが上級、はい、WRV はベーシックなんだけど、それをこう、ね、ベゼルの方はこう、シンプルに抑えて、で、WRV の方の Z はちょっとこう上げてきて、なるほど、で価格が近づいてるっていう。
これトヨタで言うと、要するにレクサスの、そうそうそう、レクサスとトヨタの、まあ、ヤリスクロスと、それこそ、レクサスの LBX があって、LBX の一番安いグレードが、ベゼル G で、WRV の Z は、ヤリクロスの一番高いやつが、そうそうそう、近づいてる。すみません、これよっぽど車好きじゃないと分かりにくいと思うんですけども、ハイブランドの安いグレードと、安いブランド、ブランドの高めっていう。そういう感じなんです、乗ってみるとね。難しい。で、結論としてはどうですか？だから結論としては、うん、まさにどっちの方を好むかっていう話ですよ。なるほど。だからほら、最近の欧州のフォルクスワーゲンのベーシックなのとかって、割と、うん、こう、すっぴんの車をいろいろと、こう、ちょっとおしゃれにしたりなんかしてんじゃん。うんうん、しますね。で、ああいうようなポップな感じの好きな人っていうのは、やっぱり WRV ってありだと思うんですよね、うん。で、ちょっとアウトドアっぽいような感じもするし。うん、で、ベゼルに関してはやっぱり、EHV のイメージが強いんで、そっちばっかり見ちゃうんだけど、うん、だけど、意外にノーマルのガソリンエンジンでも走りちゃんとしてるし、うん、それから確かに豪華じゃないですよ。うん、豪華ではない。華やかではないんだけど。わかりますよ。でも、使い込んでいくと、あ、やっぱりいい車に乗ってるなっていう、うん、なるほど、ところっていうのはあるから、だからこれ2台やっぱりね、乗り比べて、で、言い悪いね、っていうよりも、思考性がやっぱ言い悪い、僕言いたいんですけど、言い悪い決めたいんですけど、要するに、ね、やっぱり、ね、WRV を全否定するわけじゃないけれども、うん、実際比べると、うん、ベゼルの方が基本的な質感とか、うん、高く感じる気は僕もしますし、うん、いいうん、実際ね、WRV の、動画に対してそういうコメント、ベゼルの G 見比べたら結構良かったみたいな声があったので、うん、確かに装備では WRV の方がリテールで良くしてる部分はあるけど、うんうんうん、基本性能とか基本的なそのそう車本来のみたいな部分、ね、とかあと電子制御の部分のところで言うと、うんそうだよね、実はベゼル G というのがやっぱりいいんじゃないか、うん、じゃないかだからそもそも考えると、うん、ベゼルにもっとガソリンのバリエーションを増やしとけば、要するに、いらないってことでしょ、これ。そうそう、まさにその通りだ。そういうことですよね。そう、まさにその通り。だから、前は3種類ぐらいあったんですよ。まあ、ターボで、ガソリンベゼルとかの、それでも、東急のやつもあったの、まさにその通りだよ。それで、それをさ、やめちゃったんだよね、あそこ。だから割とさ、うん、このことに限らずさ、オデッセイの話なんかもそうだけど、何やってんのかなみたいなのはさ、これ、ぶっちゃけもう、そうすればさ、これ作る必要なかったと思うし、もっとベゼルはさ、たくさん売れてたかもしれないよね。車はいいんだけど、商品戦略がちょっと外していて、一番欲しいところであり、台数も稼ごうという車としては、そうそうそうベゼルの G とか X とか、そう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 必要なわけじゃん。T とか、そんなもんないけど、うん、なんかシンプルそうなやつを。だから Z とかさ、うん、ベゼルのね、ノーマルエンジン積んだ Z とかさ、うん、まあ、プレイを設けないかは、ね、まあ、ともかくだけど、そういうようなバリエーションを設けといて、で、いろいろカバーしなきゃいけないわけじゃん。要するに、下はさ、ヤリスクロスからさ、うん、上はカローラクロスとか、その辺までさ、うん、カバーしなきゃいけないわけでしょ。うん、本当は車種の数少ないんだから。本当そうです、ね。だったらさ、なんでもうちょっとそっちを前あって、やつをさでこうなること分かってたはずじゃん絶対だよねそう思いますいやそうだよ、ね、僕もそう思いますそう思うでしょ皆さんいやだって今、ね、皆さんそう思うと思うけど、うん、ヤリスクロスなんてまさにそうじゃないですか実はガソリンが結構売れてるわけでしょヤリスだってそうじゃないですか、うん、ベーシックカーって基本そうなるじゃないですか最初はハイブリッド受けるんだけど、うん、結局は長い目で見ると、まあ、4割ぐらいとかね意外と行くやつはガソリンが行ったりしますもんねそうだからハイブリッドなんかガソコン自体が価格差35万円にするとかトヨタはね割安にしてるけどそれでもかなりやっぱり根強く売れるわけですよっていうのはなんでかっていうと、うん、やっぱ価格が重要だからね、うん、そうなんですそうでそれでも本当なんかって分かってるはずなのにさなんで現行型になって G だけにしちゃったのかなっていうそもそもあんなことやんなきゃ WRV とか入れる必要もなかったんだと俺は思うよそれは僕もそう思ってWRV って基本的にはまあいわゆるアセアンカーなわけで、うん、どっちかっていうともうちょっとね、チープな、うんものを求める方に、まあ骨格はちゃんとしてるっていう車でお届けしたいと思ってるんで。それとあともう一つはさ、うん、そのベゼルがそうなっちゃったんで、ね、価格帯が上行って、うん、特に今、EHEVZ なんかも前は280万円台だったけど、今も300万円超えちゃったりなんかするわけよ。うん、で、そのね、トヨタに流れちゃったりなんかしてるお客さんが増えてきたっていうんだけど、うん、そのお客さんの立場になって考えてみるとさ、うん、結構なんていうの、
不愉快っていうか辛いっていうか、うん、本当はベゼルに乗ってあげたい、ね。で、ホンダのセールスマンとも仲がいいし、車もとっても上質でいいし、うん、だけど、なんか EHV のイメージがすごく強くなっちゃってるし、うん、で、G はあまりにもその日陰だからスポットが全然当たってないので、うん、もしかするとその気がついてなかったりなんかする。なるほど。こともあるかもしれないよね。そう、最初からこれはどっちかっていうと価格を安くするための見せグレードだっていうふうに思っちゃう人っていますよね。昔確かレクサス、ヘルシオの時におっしゃってたじゃないですか。どっちかっていうと一番廉価版はある種布石と言います。布石というか、まあそういう、まあよく客寄せパンダなんて言われるけど、で、当初の段階だと、うん、メーカーの訴求の仕方も EHV が中心だったから、ですよ。ね、だからさ、あ、これは、あの、法人のお客様用ですよ、的な、ね、話になっちゃってたと思うので、うん、で、そうするとやっぱ高いやつで280万とか、うん、さらに最近だと300万超えちゃって、値上げされちゃったりなんかしてさ、うん、でそうするとさ、もうせっかくだったのに、うん、結局、じゃあ予算オーバーだからごめんねと、ヤリスクロスにちょっとうち買い替えるわっていうさ、不運になったお客さんの立場っていうものとかね、あるいはそのセールスマンの立場とかさ、うん、考えてみて、やっぱそれちょっと罪作りだよねっていうのはさ、うん、それは思うな。だからまさに、あの旧型のガソリンで、うん、そうそうそう、その買い替えを望んでいた人にとって、それに該当する現世代のベゼルがなかったっていう、うん、そういうことだよね。ことですよね、うん。だからちょっと今更なって、間抜けって書いてあったけど、確かにさ、いや僕、ちょっと間抜けな感じで。この陽一さんの説を聞いたら全くその通りだなと思って。揃えてきたっていうことで、うん、もうちょっとさ、ちゃんと回マーケット見てほしいんだよね、うん、だからあとね実際僕のベゼル G に乗ったんですけど、うんうん、確かにファブリックなんだけど、うん、シート悪くないんですよ、うんうんうん、だとインパでねちょっと後ででかいの乗せますけど、うん、このあの、まあ、プラチナの感じの、質感とか、うん、あの、いわゆる塗装レベルとか高いんですよ。うん、いいよね、やっぱりね。で、確かに、ウレタンハンドルとかが、なんかもったいないなっていうところがあって、うんうん、そういう意味でもうちょっと選べる。ちょっと上級のさ、選べる。で、Z とか、あるいはオプションで、セットオプションでさ、そういう、本革巻きのステアリングとかね、うん、この辺はちょっと手に触れるところだからみたいなやつを用意すればさ、十分にいい車になってんじゃん。いや、僕もそう思って、ちょっともったいないですね。うん、で、日本日本人ってそこまで今って広い荷室いらない人。そう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 。まあ、大きいのがあるのは悪くないけれども。でも都会的なね、あのベゼルの雰囲気っていうのはやっぱり日本では魅力だし。そうなんですよね。そう考えると、ちょっとベゼルがかわいそうだなって気がしますよね。だそんなもん外されちゃったばっかりにさ、売れ行きも下がってっていう話でしょ。うん、どれだっけ今のインパネって言ったんだっけ、インパネ、うん、インパネいいですよ。ベゼルは結構。そう。はい、だからそう考えると、うん、まあ今回は WRV がきっかけにはなったんだけど、うん、これでベゼル G 再認識っていうのは、いい話ですね。それはそうですよ。はい。だからそこはまあ、いい車なんだと思いますよ、ベゼルは。はい、まあ WRV や WRV で面白い車だけれども、うんうん、これと同時に。そう。だからベゼルをもうちょっと充実させてほしいよね。ね、うん、本当はね。ね、WRV はほら、これはこれでさ、アウトドアのツルっぽい、うん、今の、ね、外観写真見てもさ、うん、あの、野生的な感じもするじゃん、そう思います。ね、引き締まり感もあるし、うん、ちょっと背も高いし。だからこれはこれで。違いますよね。これ魅力。魅力はあると思うのね。うん。なので、そのベゼル G のその欠けちゃってた。そうですね。ね、もう、はっきり言って、はい、ホンダのちょっとミステイクで、ね、欠けてしまったこのノーマルエンジンのバリエーションをですね、もう一遍ちゃんと復活させて、で、そうするとベゼルの良さもわかるし、そこ後から WRV 出てきた、ね、これもうちょっとアウトドアっぽいさ、そうですね、で最低値旅行できればもうちょっと上げるとか、うん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 、まあこれ肉しかないんであれなんですけ ど、だけどちょっとそういう風にしてこう、オフロード、ね、オフロードっぽい雰囲気にちょっとしてやったりなんかすると、まあドレスアップとしても、楽しいかな。もったいないですね。だから本当こっちがラブ4で、うん、こっちがハリアですね。トヨタだというと、その小型版ですもんね。そうそうそう。ただ結構、これ売れ筋になり得る、なり得る素材なので。そういうのかすると 4WRT もやっぱ使えた方がいいと思う。本当そうって僕もそれ聞いて、そうか、WRV の4区か。そう、そうだ、いい、いいです。だから確かにハリアとラブ4だよね。うんうん、そういう意味じゃって、そう、価格に関しても。だからどっちもそれぞれ良さがあるので、はい、もうちょっと、あの、はい、お客さんのことを見てあげてください。はい。というわけで今回は、WRV VS ベゼルの G、実はベゼルの方がもともといい部分もあったんじゃないかというわけで、今回はベゼル G 再認識の動画でございました。ありがとうございました。本当もったいないですね。うん。